皆さん、こんばんは。こんばんは。寒くなってまいりましたが、依然とコロナ禍が続いておりますということで、今日のですね、私の話のテーマはコロナ禍と聖書ということでちょっとお話ししたいなと思います。でコロナというのは、ウイルスですよね。皆さんご存知かと思うんですけども、簡単にねちょっとご説明しますと、どんなものなのかなと、入ってません？これでいいですか？ごめんなさい。私たち、生物はですね、こういう細胞からできてるわけですよね。で、細胞は、こういう袋があってですね、細胞膜に囲まれてて、で中に核というものがあって、でこの中に遺伝物質が入ってるんですよね。でこれが私たちのいろいろな表現形質といいますけど、肌の色であるとか、この体の形であるとか、いろいろなことが全部情報としてこの中に詰まってて、で中にですねいろんな酵素が入ってます。でそういうもので外からいろんな食べ物を食べてですね、でエネルギーを得て、で増殖していくというのが命、生命なんですよね。でウイルスっていうのはですね、あそこにこうちょっとこれって出ないか、すごく簡単な構造をしててですね、中に遺伝物質があって、でカプセルみたいになってるんですよね。でそれだけです。でそのカプセルはタンパク質と脂質でできてて、でその周りにですねスパイクとかですね、ある単純な酵素が並んでるだけなんですよ。で中に取り込まれるのは、吸着するんですけど、中にですね細胞が取り込んじゃうんですよね。そうすると中でこの細胞が持ってるですね増殖機能を使って増殖するんですよね。だから自分が持ってるのは遺伝情報だけです。それだけで、いろんな自分でが食べて、で、以下と言いますけど、それを増殖に使ったりとかですね、そういうのは自分ではできないですね。全部この宿主と言いますけども、細胞にやってもらうわけですよ。でそうやって増殖していくものです。だから寄生生物ですよね。で、ある人に言えばもう絶対的な、何ですか、究極の寄生生物だと、最強のというふうに言ってる人もいるわけです。でこれがですねウイルスというもので、ものすごく種類が多いです。で、ほとんどが、無害なんですけども、あるものが人間に感染して、で病気を引き起こすということなんですよね。でこれが世界的に蔓延するとパンデミックと言われてるんですけども、今、2019年に今パンデミックが始まりましたが、こういうパンデミックっていうのは過去に何回でも起きてるんですよ。で、一番近いのはですね、2009年にあったんです。これ覚えていられる方おります？鳥インフルエンザウイルスっていうのがね、流行りましたですね。で、これは厚生労働省のホームページで、ニュースとして、時系列的にですね、2010年から今でもあるまでいろいろニュースが載っているところをちょっと抜粋したんですけど、これ2010年の4月の記事ですよね。ちょっと読みますとね、2010年4月25日ですね、世界中の214以上の国や地域から少なくとも17,919人を超える死亡例を含むパンデミックインフルエンザ H1N1-2009 の検査確定症例が報告されていますと言って、17,000人という方がですね、これ2年ぐらいで収束したんですけど、亡くなられたと。で今回の、コロナ禍ですね、今、ちょっとこの間見たら140万人ですね、今亡くなられた方が、もう桁違いですね。でもうこの時はだから規模が小さかったんですよ。でただ私はここの、パンデミックが来てですね、で思い出したのはですね、この時ですね、私はまだ会社に勤めてました。
で私は企業のですね研究所に勤めていたんですよ。で何を開発してたかというと、まあ、実はこういうものを開発してたんですよね。室内にね浮遊している病原性のあるウイルスを検知するそういう技術ですね。でそういうのもですね開発してました。なぜかというとこの時にパンデミックがあったからです。でこういう必要性があるということをですね会社に提案したんですよね。でこれインフルエンザですね。でインフルエンザはまあこれなんかこう2つもないですかね、どっかに ありましたっけ。あ、ごめんなさい。インフルエンザの場合はね、まあ、接触感染とか飛沫感染ですねっていうのでこう感染していくんですけど、でこういうことに対してねどういう対策を取ってるかというと、一つは予防、もう一つは除菌する、で分かったら診断し治療する、こういうことをしてるわけですね。でここにですね検知技術があれば直ちにですね早期にですね効果的なこの除菌とかですね予防ができるわけですよ。だからパンデミックっていうのはこの検知技術が重要だってこと で私はまあそういう技術開発を提案したんですけどね。であと除菌もですね。でうちの会社、その時の会社はですねこういうところはちょっとできなかったん でここについて、まあ、提案してたんですけどね。でその時にですねいろいろまあ、調べて、その時初めてこういうパンデミックっていうのが世の中にあるんだっていうのを知って、でいろいろまあ勉強してたんですよね。でまあちょっとうちの会社の宣伝になっちゃうかもしれないけど、その時にね何をしたかっていうとですね、これうちの会社売ってるファンヒーターです。でそこにですね、まあ、除菌ボタンをつけてですね、でここを押すと、まあ、一定時間除菌してくれて、で中のね部屋の中のねこう浮いてるかもしれないそのウイルスをやっつけてくれると、そういう機能があったらねこれ家庭的にね、用ですごく売れるんじゃないか、すごく役立つんじゃないかとですね、そう思ったんですよね。で開発をちょっとしたんですけど、まあ開発といってもですね特別な製品を開発したんじゃなくって、このハンヒーターにそもそもそういう能力があるんじゃないかと思ったんですね。なぜかというとですね、これちょっと縦割りにこう構造を見たものですけど、中にですねこのガスが燃焼しているバーナーがあるんですよ。そこはねもう800度を超えるねものすごい高温になってるんですよね。でそこにね空気が通過して、で温風が出てくるわけです。でさっき、まあ、見ましたようにねウイルスっていうのは裸なんですよね。細胞膜持ってません。非常に弱いんですよね。だからね簡単に、ね、熱とかでね死んじゃうんです。でこれを確かめたのがこの実験でね。でこれがこれ全然火をつけてない時にねファンヒーター運転してない時ですねのこの空気中のねこの、まあ、本当のウイルスじゃないですよ。この時は実験用の安全なウイルスを使ってますけどね、このレベルだとするとですね一定時間運転するとですねまあ、何も燃焼してないとこので燃焼を始めるとですねさーっと下がってくるんですよね。で8割方なくなってくるということが分かりました。でこれは普通のファンヒーターでもこういう効果があります。なぜかというとウイルスが熱に弱いから。だからねこの時分かったのは同じようにね例えば室内に、まあ、花粉症の方はなんとかアレルゲン取りたいとかね思いますよね。花粉アレルゲンとかね花粉とかあとカビですね。そういうのもちょっと確かめたらねあまりアルゲン花粉については効果はあんまなかったですね。 20% くらいしか下がらないですね。でカビについても3割ぐらいしかかかないですね。ウイルスについてはねすごくね効果があるんですよね。やっぱりこれはねまあ弱いねっていうことなんですよねっていうことが分かってですね、まあこれはその時にねだから2年ぐらいやりましたかね。でこの時パンデミックっていうのは、その時、まあ、インフルエンザだったんですけどそんなにね深刻な今のような、ね、状態じゃなかったんですよ。だからねこれからまたパンデミックっていうのは、まあ、どのくらい頻度
で起きてるかというと、だいたい100年、数十年から100年ぐらい、数百年間隔でね、必ず起きてくるんですね。もう有史、もう紀元前400年ぐらいから記録があるんですよね。ずっともう起きてるんですよ。だから必ず将来起きると。だからそういう対策をね、取っておく、そういう技術開発必要ですよと自分で言っておきながらね、まあもう来ないだろうなってね、うん、まさかね、この、今起きてますけど、こんなことになるなんてね、本当自分でこんなね研究開発しておきながらね、思ってなかったですよね、本当に。だからね、まあ、今ね、まあ、この頃はクリスチャンではなかったんですけども、まあ、クリスチャンになってね、まあ、週末の話とか聞くと、まあね、まだまだだろうとかね、その思う、本当に来るのかなと思うんだけど、これね、やっぱね、こういうのがあるとやっぱり本当に来るんですよね。でそういうのはひしひしとね、感じましたです。でですね、なんでこんなウイルスがあるのってで神様はこれ作られたのかなねと思いますよね。だってこれ創世記の一章30、天地創造の時にね、全部作られた後神様なんて言ったかというと、で神はそのご自分が作ったすべてのものを見られたと。見よ、それは非常に良かった。夕があり朝があった第6日と。でこれ神様が作った最初の世界というのはもう完璧で、もう病気もないし死もないし、そういう世界だったんですよね。でそれがこうなった、まあ、3章の17節に、また人に言われた、あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、第一はあなたのゆえに呪われる、あなたは一生の間苦しんでそこから食を得ることになるということで、これはアダムが、まあ、罪を犯して、神様に背いてしまって、まあ、死が入ってきた、罪が入ってきたですね。その宣告を受けました。第一はあなたのゆえに呪われるんですが、だから自然界というのはでこの時に呪われてしまったということですよね。だからどん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 大地、まあ、自然界というのは、まあ、滅びていく運命にある。でもこれは第二歴代史 の, 7章に書いてあるんですが、主はこのようにもおっしゃってます。ちょっと読んでいます。もし私が天を閉ざしたため雨が降らなくなった場合、またイナゴに命じてこの地を食いつかせた場合、またもし私の民に対して疫病を送った場合、私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を下へ求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの地を癒そうと。アメンですよね。だからまさにね、この私の民に対して疫病を送った場合というのは 今のような状態、まあ、私たちは異邦人なんですけども、でもまあ全世界にこれは今及んでるわけですよね。だからこういう個人 の, その災害じゃなくって、これも全地球レベル、種人類 の, 厄災なんですよね。でこれに対して、まあ、主は、まあ、自らへりくだり祈りを捧げ、で私の顔を下を求め、そのまま悪い道が立ち直る帰るということ、だから悔い改めればということなんですよね。だそうすれば許してくれると、癒してくれると、そういうふうにおっしゃってるし、またヨハネの黙示録にもこういうくだりがあります。ちょっと読んでみます。私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。その時私はミザノから出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目を涙をすっかり拭ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、つかび、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。ということでアメンです。
もはや過ぎ去ったということですから、私たちの今この世界というのは過ぎ去っていく、で新しい天と地が将来来るということを、まあ、主は神様約束してくださってます。ですから今はですね、地球レベルでこういうことがいろんなことが起きるんですけど、そういうのはあるんですが、将来必ず神様はそれを回復してくださるという約束があるというのと、それともう一つはですね、こういう終末の予言というのはありますが、じゃあこの今コロナの今来てるこういう厄災というのはその印なのかと、いよいよこのですね、天と地が新しくなるのか回復が始まるのかというと、さっきお見せしましたようにね、こう歴史を見るとですね、このパンデミックっていうのはあれあれごめんなさい、もう紀元前からずっと定期的に起きてることなんですよね、だからこれは今起きてることもその一つで、将来またこれが過ぎ去ってまた来るかもしれないです。でどれが本当のね、その印か、確かにその週末には厄災が起こる、疫病があるっていうのは書いてあるけども、これがそうなのかっていうのはわからないですね。というのは何回も何回も来てるから。でそれは例えば台風であるとか火山の爆発であるとか、そういったことと同じですね。で必ずそういうのは起きてくる。で今、天地は新しくなるためにこう埋めている、そういう状態なんだろうと思います。ということで、私たちの今すべきことですね、やっぱりその福音を伝え、一人でも多くの人をですね、救いに導こうと。でこれが私たちの今個人のレベルですることかなと思います。でも今起きていること、これは主全体の話ですよね。それでですね、ちょっと話は変わるんですけどね、一つお見せしたいものがあります。でこれは1ドル札ですね、アメリカので、実はですね、私暇なんでもう仕事もないし、いつも自宅に閉じこもってます。で最近ねちょっとね、机の中整理したんですよ。で私勤めてる頃ね、何回か、アメリカに出張する機会があってですね、でその都度貨幣とかコインとか溜まっていたんで、久しぶりにねちょっとそれが出てきたんですよね。ちょっと眺めてたらね、あることに気がついたんですよ。ご存知の方いますと思うんですけどね、これ1ドル札の、表側です。表側で、これはジョージ・ワシントンですね、大統領、偉大な大統領と言われてます。ユナイテッドですね、で書いてますけど、この裏側をちょっと見てみますね。はい、なんて書いてますか、ここ読めます？ In God we trust って書いてあるんですよ。これ訳すとね、 In God ってちょっと前に強調で前に来てますから、We trust in God なんですよね。我々は神を信ずると。これは1ドル札だけかなと思って、5ドル札、あとコインですね、1セント、1セント、あとクォーターとか全部見たんですけどね、全部刻印が打ってます。びっくりしましたね。なんだろうってこれはですね、実はアメリカ合衆国の標語、モットーなんですよ。で標語っていうのは国が定めることができます。でそれを標語として、で例えばこういう貨幣にね、こう印刷することができるんですよね。でただ日本はあるかというと、残念ながら日本には標語がありません。でアメリカはキリスト教の国です。だから建国からですね、そういう精神があってですね、何年かちょっと忘れましたけど、独立した頃から貨幣にはお札には In God we trust 印刷が始まってます、ずっと。である期間印刷されてない時期も
あったようです。でも今ほとんどですね、もうこの語句がですね印刷されてるんですよ。どうしてされてるのかっていうですねいうのをですね、2017年にトランプ大統領がですね演説してそれをお話ししてます。なぜそこに宣言されてるのかとですね。でちょっとそれをですね、2分ぐらいの演説ですのでちょっと聞いてみたいと思います。Over the course of your life, you will find that things are not always fair. You will find that things happen to you that you do not deserve and that are not always warranted. But you have to put your head down and fight, fight, fight. Never, ever, ever give up. Don't give in, don't back down, and never stop doing what you know is right.Nothing worth doing ever, ever, ever came easy. And the more righteous your fight, the more opposition that you will face. In your hearts are inscribed the values of service, sacrifice, and devotion. Now you must go forth into the world and turn your hopes and dreams into action. America has always been the land of dreams because America is a nation of true believers. When the pilgrims landed at Plymouth, they prayed. When the founders wrote the Declaration of Independence, they invoked our Creator four times. Because in America, we don't worship government, we worship God. It is why our currency proudly declares, In God we trust. And it's why we proudly proclaim that we are one nation under God. The more that a broken system tells you that you're wrong, the more certain you should be that you must keep pushing ahead. As long as you have pride in your beliefs,Courage in your convictions and faith in your God, then you will not fail. And as long as America remains true to its values, loyal to its citizens, and devoted to its creator, then our best days are yet to come.はい。国レベルでですね、神を信ずるんだと、神に立ち返るんだと、クリエイターを信ずるんだと、そういうふうに言ってます。で私はびっくりしましたですね。トランプ大統領って個人的にね、嫌いだっていう人は多いと思います。アメリカでも日本でも、それは好みの問題もあるし、いろいろ問題があるからね、それはいいんですけども、でもそのこういうコロナの問題、パンデミックの問題であるとか、その民族的な、ね、その悔い改めというのは、それはもう国の王、大統領とかですね、でそういう人がこういう宣言をするということは、極めて重要なことだと私は思います。だから私はこれ聞いてですね、非常にそのアメリカという国を尊敬しました。素晴らしいことだなと思いましたですね。ということで今日のお話をこれで終わりたいと思います。では最後に簡単なお祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、今日このように立ち会いの後でことで、メッセージをさせていただきましてありがとうございます。今世界はコロナウイルスでいろいろたくさんの患難、そしてたくさんの人が、厳しい患難に困難にあっています。いろんな医療従事者の方、あるいは高齢で病気がちな方々がこの困難に立ち向かっています。どうか私たち人類が危機感となってこれらの困難に立ち向かい、そしてあなたの立ち返り、あなたの神様に立ち返ることができますように、一人でも多くの人が悔い改めいきますように、主イエスキリストの御名においてお祈りいたします。アメン。
ハレルヤ、今世界はですねコロナの問題に覆われていますけども、またそれもねこの人が罪を犯したということを今日は学ぶことができましたけれどもですね、今から約2000年前、私たちのイエス様がですね全ての罪を背負うために十字架にかかってくださって、この地はですね全て清められました。イエス様を信じる者は永遠の命を受け取ることができます。またね健康も与えられますので、今日本当にイエス様を求めて神の国とその義を求めて、最後ですね共に賛美を捧げていきましょう。神の国とその義ですね。松本さんも一緒に、皆さんね一緒にこの賛美を賛美しながら、今日ここにですねイエス様のご臨在が来れます。神の国が来るように、素晴らしい祝福と健康が来るようにお祈りしましょう。賛美しましょう。国と神の義をまず求めなさい、そうすれば皆与えられる。晴れる晴れ、神の国と神の義、神の国と神の義をまず求めなさい、そうすれば賛美しましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。神の国と神の国と神の義をまず求めなさい、そうすれば皆与えられる。晴れる晴れ、神の国を求めて賛美しましょう。神の国と神の義をまず求めなさい、そうすれば一度ハレルヤと賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレ。最後にもう一度ハレルヤと賛美しましょう。ハレルヤ。それではまた来週ですね、笑顔でお会いしましょう。感謝します。ハレルヤ、感謝します。お気をつけてお帰りください。